けでね、バレンタインデーにまつわる恐怖の話ちょっと読んでいきます。霊とかオカルトとは全然違うんですが、私にとってはとても忘れられそうにない話です。姉は今妊娠中なのですが、結婚前まで勤めていた職場にとても仲のいい友達がいました。その人は Y さんといって明るくて綺麗で誰にでも好かれるタイプの女性でした。ある年の2月、姉と Y さんは一緒にバレンタインのチョコレートを買いに行きました。姉には当時彼、かっこ今のご主人がいて、その人のための本命チョコと職場で配るための義理チョコをいくつか買いました。そして Y さんの買ったチョコを見ると、義理チョコの中に一つだけ高価なチョコが混ざっていました。Y さんは普段彼氏がいないと言っていたので、姉は Y ちゃんそれ本命チョコ？と聞きました。すると Y さんはうなずき、まだ付き合っていないけど好きな人がいるけどこの機会に告白するつもりだと答えました。姉はそうなの頑張ってねと心から応援し、 Y さんも嬉しそうでした。そして2月14日姉は彼氏にチョコを渡し、同僚にも義理チョコを配りました。姉の職場では女の子同士でもお世話になっている人や仲のいい友達の間でチョコのやり取りがあって、ああ友チョコってやつですね、なんか女の子同士でもねやるらしいけど、姉は Y さんにもチョコをあげました。すると Y さんも姉にチョコをくれたのですが、そこで大笑い。一緒にチョコを買いに行ったので二人とも全く同じチョコを差し出していたのです。でも気持ちだからと二人は同じチョコを交換しました。なんかねこの辺だけだとすごい微笑ましい感じですけどね。そして仕事に戻り、しばらく後姉はキャビネットの、整理中 Y さんのキャビネットの整理中 Y さんの机にうっかり足をぶつけてしまいました。それで運悪く Y さんが机の上に置きっぱなしにしていたチョコの箱が転がって、その下にあった水の入った掃除用バケツに落ちてしまったのです。姉は、あ、しまったと思いましたが、すぐに自分も同じチョコを持っていることを思い出し、代わりに自分のチョコを Y さんの机の上に置きました。もともと姉は甘いものがあまり好きではないので、Y さんに食べてもらった方がいいと思ったのだそうです。それで翌日、姉が職場行くと Y さんが、あれ？ M はね、お姉さんの名前。M ちゃん、チョコ食べなかったの？と聞いてきたそうです。姉はおかしなことを聞くなと思いました。自分がチョコを取り替えたことをもしかして知っているのかなと。でも探りを入れてみると、そういうことでもなかったようで、今更、実はチョコを落としてしまったから自分のと取り替えたというのもなんなので、姉は、うん、昨日は帰ってすぐ寝たから食べなかった。今日食べることにするよ、と言ったそうです。翌日姉はいつも通り出勤しました。姉はそこで先に出勤してきた同僚に、昨夜 Y さんが亡くなったよと聞かされました。自宅で亡くなっていてお母さんに発見されたそうです。最初はとても信じられませんでした。つい昨日まで全く元気で普通に話していたのにと思うと悲しくなるより先に呆然としてしまいました。洗濯が終わった。でもそれよりも衝撃的だったのは、 Y さんはどうやら自殺だったらしいということ。遺書も何もなかったのですが服毒死だったそうです。姉の悲しみは私の姉から見ても辛いほどでした。自分には何もしてあげられなかった、そこまで追い詰めていたのならどうして言ってくれなかったのかと言ってひどく落ち込んでいました。それから1年後、姉は結婚、妊娠もし信用を失った悲しみも姉は結婚、妊娠も親友を失った悲しみも和らいでいるようでした。ところが最近になって姉がまた、あの当時の憂鬱な青ざめた顔つきをしていることが増えたのです。それどころか、心なしかあの当時以上に陰鬱な雰囲気になっているようで。私は心配になって姉を問いただしました。姉はようやく重い口を開き語ってくれました。Y さんが亡くなってから1年後のバレンタイン、姉がご主人にチョコレートをあげようとすると、彼が辛そうに言ったそうです。Y さんが亡くなる直前、彼女に告白されたのだと。親友の彼だと思ってずっと我慢していたけれど、辛くてもうダメ。このままじゃ自殺するか、M を殺すか、どちらかしてしまいそう。彼は驚きましたが、Y さんと付き合うつもりはないし、姉とは結婚するつもりでいることを話し、Y さんを納得させようとしたそうなのですが、Y さんの自殺の原因、それは姉とご主人にあったのか。私もショックを受けましたが、姉はどれほど苦しんだことでしょう。
慰めの言葉もない私に姉が言いました。自殺だったらまだいいんだけど、と。どうしてか思い出してしまう。チョコ食べなかったの？という Y さんの言葉。自殺にしては遺書もない、あまりにも突然の死。あの日取り替えたチョコレートの箱。自殺するか M を殺すかしてしまいそう。考えすぎだよ、と私は姉に言いました。もう終わったことなんだし、今は妊娠中でいろいろなことに過敏になっているんだよ、と。本当のところは私にも分かりません。ただもしこの不安があって当たっていたらと思うと姉があまりにもかわいそう。なるほどね。殺そうという計画で渡したつもりが自分に返ってきてしまって自殺として処理されたみたいな。なるほどなるほど。なんか三角関係のね、ちょっとこういった話、まあリアルというか、まあありそうだけどね。チョコに入れて殺すってなかなかの、それでね死んじゃったら結構疑われるからね、渡した方は、というね話もあったということで、バレンタインもねいろいろこういう話がありますよ。はい、じゃあねもう一つぐらい、ね、短いのを言ってみましょうか。意味がわかると怖い話、塩チョコ。今日はバレンタインデー。付き合い始めたばかりの彼女が約束通り手作りのチョコを用意してくれた。はいこれ。彼女は照れながらチョコの入った箱を両手で差し出す。その手は絆創膏だらけで、右手の小指には包帯まで巻かれていた。おいその手どうしたんだよ。ね、板チョコ砕くときに包丁を使ったんだけどね。それで怪我したのか、ドジ。もうそれ言わないでよ、ドジなのは自分で分かってるんだから。それより早く食べてよ。あ、うん。僕はリボンをほどき箱を開ける。ちょっぴり不格好なハート型のチョコ。一生懸命にチョコを作る彼女の姿が思い浮かんで嬉しくなる。パキポリ。一口かじったチョコが心地よい音を立てる。口の中でチョコが溶ける。あれ、しょっぱい。え、あ、お前塩と砂糖間違えただろ。違うよ、塩チョコっていうの知らないの？ありますね、なんか塩バニラ的なね。塩チョコ聞いたことあるけど食べたことはなかったな。パリポリ。初めて食べたけど塩味ってのも悪くないな。でしょ。あ、ほんと味に自信なかったな。パリポリパリ、ぐにゃ。ん、なんだこれ。5ミリメートルほどの小さなグミみたいなものが。それを口から出そうとする僕。ダメ、飲み込んで。慌てて僕の口を塞ぐ彼女。なぜか期待に満ちた目で僕を見つめている。ごくん、僕はそれを飲み込んだ。あ、彼女は幸せそうに微笑んだ。こんなに喜ぶのは初めて見た。何だったんだ今の。秘密。唇に人差し指を添えて微笑む彼女。小指に巻かれた包帯の白さが眩しかった。自作です、意味が分かりますかと。まあいや分かるけどさ、まあね、こういうなんかでも実際にその本当に好きな人にその自分の一部をあげたいっつって自分の血を混ぜるだとか髪の毛を入れるだとかって話が結構まあねあるって話をちょっとツイッターで出回ってたので、なかなかねそれもすごいなっていう、まあね都市伝説的なことかもしれないんですけどね。でもまあ実際にあるかもしれないですね。はい、というわけでね、今回はバレンタインにまつわる怖い話でした。いかがだったでしょうか。ね、今年バレンタインがね、もう何個かチョコレートとかいただきましたけどね、まあ、僕は甘いものが大好きなんで本当もう毎年ねすごい楽しみにしてるんですけど、まあ、なかなかこういうちょっとしたね都市伝説的な怖い話もあったようなんで、ちょっと注意しなければなりませんって、別に注意も何もないんだけど。というわけでね、今回みたいにこういう動画を撮っていくんで、またね YouTube チャンネル登録とかね Twitter フォローよろしくお願いします。ありがとうございました。